とは逆効果だったんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はすでに太くなってしまった足であれば2サイズは補足できる、そんな方法をご紹介したいと思います。特に動画前半の変える足のメカニズムというのを理解してエクササイズを行えば、日常生活で立ってるだけ、足を上げるだけでどんどん足のラインが細く変わっていきますから、今日も一緒に体の仕組み解剖学を学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、その前に皆さん足を一回上げてみてください。ここでストップ。この足の上げ方一つであなたの足が太くなるか細くなるかがもう分かります。どういうことかというと、足を上げるとき、足細い人っていうのは腸腰筋といって股関節の筋肉を使って上げています。これに対して足が太くなる人は太ももの筋肉を使って足を上げてしまうんですが、どういう違いがあるかっていうと、この腸腰筋は股関節のインナーマッスル、奥の筋肉なので細くて小さな筋肉です。ですからどんなに鍛えても太くなりようがないんです。しかし現代人はこの腸腰筋が使えていない方多いです。立ちっぱなしや座りっぱなし、デスクワークで固まったり、いろんな原因で股関節が使えなくなっているので、結果的に代償運動といって股関節の代わりに太もも、足の筋肉を使って立ったり歩いたり屈伸をしたり、いろんな動きをしてしまってます。それが分かりやすいのが足上げ運動。この時に自分のつま先が見えてしまう方、もしくはちょっと膝が伸びちゃうよっていう方、太ももの前の筋肉、大腿四頭筋を使ってます。逆にかかとをお尻に近づけるように足を上げてしまったという方はハムストリングス、もも裏の筋肉を使いすぎています。つまり股関節が使えなくなった結果、太ももを使いすぎてどんどん太くなる。ですから常に太くなった方、股関節が使えていない方がスクワットとかウォーキング、ジョギングをすると逆にどんどん負担が増えて太くなってしまうという方非常に多いですし、ひどい方では膝の負担が増えて膝に痛みが出てしまうという方もいらっしゃいます。ですから足当てをしたいという方は、スクワットをする前に今日行う股関節のエクササイズでちゃんと腸腰筋を使えるようにしてからスクワットを行う必要があります。ですから今日はこの腸腰筋をうまく使うための変える足エクササイズを行っていきます。この腸腰筋、実は股関節を曲げるプラス股関節を外旋といってガニ股にする効果もあるんです。ですから変える足で足を上げ下げしっかりとできるようになれば、自然と股関節が使えるようになって太ももの負担が減りますから、足がどんどん細くなっていきます。それでは今日も一緒にストレッチ頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。まずは片方の足を上げてくださいといった時に、膝よりも先につま先が見える方、これは太ももの前、大腿四頭筋を使いすぎているタイプです。太ももが太くなったり膝が痛くなりやすい。逆に今かかとをお尻に近づけて上げようとした方、これはももの裏側、ハムストリングスが縮んでいますから、自然とお尻も引っ張られて下がり、その影響で腰が丸くなった猫背だったり腰痛になりやすいです。この後のストレッチをした後は正しく軽く足が上がるように変わっていますから、そうなれば確実に足痩せすることができます。では一緒に頑張りましょう。もしお持ちの方は空気の入ったボールやバスタオルなどを用意しておいてください。もちろんなくても大丈夫です。それでは行きましょう。では足を大きく開いて、しっかりと足の付け根を伸ばしていきます。ぎゅっと股関節の前、太ももの前、大腿直筋や腸腰筋を伸ばしていきます。太もも使いすぎたり前の張りが強い方はここしっかりと伸ばしてください。特に階段上り下りや歩いてて夕方になって太もも疲れるよっていう方、このストレッチとても大切です。それと一日座り仕事が長い方もかなり縮こまっていますから、ぎゅっと伸ばしてむくみや疲れもどんどん取れていきます。しっかりと筋肉を伸ばして緩めて、伸ばして緩めて、はい、このまま繰り返していきましょう。目いっぱい吐いてゆっくり吸って、バランスが取りにくい時は椅子や壁を支えにしてください。さあいいですよ。はい、今度このままお腹とももを近づける、これ股関節が曲がりましたね。そのままお尻を引くとどうですか、もも裏伸びてきませんか。しっかりとストレッチ、目いっぱい息を吐いてゆっくり吸って、吐いて吸って、どんどん足裏全体が伸びるのを感じましょう。足首まで曲げれる方はこれでふくらはぎ裏側までピンと伸びてきます。自分が今どの筋肉を伸ばしているかしっかり意識をしてください。分かりにくい時は触ってもいいので筋肉と会話をしながら、はい、しっかりと意識をできるとそれだけで効果が何倍も変わってきます。ふう、で、はい、吸ってゆっくり長くハーッと吐き切る、
った。余裕がある方はそのままギューッとキープでもいいし、動いてる方が伸ばしやすいっていう方は動いておいてもらっても大丈夫。選んでください。いいですよ。はい、OK。ではここから肘とかかとを近づけます。きつい時は休憩してもらってもいいですからね。さあ、それでは行きましょう。目いっぱい息を吐いて、そこからツイスト。しっかりともも裏、お尻全体を伸ばしましょう。よいしょ。結構ね、しんどいかもしれませんが、辛い方ほどやった方がいい。はい、この時にこの足裏伸び感出てますか？これが伸びてる方は非常に素晴らしい。特にヒップを上げたい方やもも裏のたるみを取りたい方はこの動き深くできるようになっていきましょう。深く呼吸して徐々にねじりを深めていきます。目いっぱい息を吸って、長く吐いて、きついなって時は下でキープでもいいです。ちゃんとここが伸びたら大丈夫。選んでください。はい、OK。 反対側です。逆足を前に置いて、はい、まずは付け根のストレッチからいきましょう。しっかりと足の付け根のストレッチ、よいしょ。でもし足のラインを本当にきれいにしたい方は、後ろの足、つま先を立てて親指と小指の付け根均等に体重をかけるから非常に理想的です。で、小指の方に行ったり、もしくは親指の方に行ったり、歪みが出る方、これ実は足歪んでる証拠ですから、このまま動いていくと日常生活送るだけでどんどん足が歪んで太くなってしまいます。膝の痛みがある方も実はこれが原因になっていること多いですよ。必ず骨盤とか足のラインをまっすぐ、ニュートラルなポジションに保っておきます。目いっぱい吸って、もう一息吐いて、徐々に伸びてきてますね。いいですよ。何か難しい時はバランス取れるものを支えにしてください。はい、ではお腹ももを近づける、股関節が曲がりました。そのままお尻を後ろに、深く息を吸って、ゆっくりとパーッと吐いて、しっかりと股関節、足の裏側を伸ばしていきましょう。長く吸って、ゆっくり吐く、足裏全体が伸びていく。どうですか、ふくらはぎのむくみや疲れがある人もしっかりとここ伸ばしてください。一番伸ばしたいのはこの太ももの裏側、ハムストリングス、伸びてますか？よいしょ。しっかりとおへそを正面、意識ができる方、慣れてきた方は後ろの足のつま先、親指と小指をしっかり均等に地面につけて、この歪みをなくすと足のラインが綺麗になります。さあ、もう一息、もう一個お尻が後ろ後ろ後ろ、強く伸びてくる。はい、いいです。それではここから肘とかかとを近づけてからのツイストの動き、辛い時は下でキープだけでも大丈夫。それでは行きましょう。呼吸のタイミングは自分のやりやすい方でいいですよ。息を吐いて、スーでもいいし、逆パターンでもいいです。ともかく呼吸は止めないように、そして日常生活よりも長く深く呼吸します。深い呼吸でさらに背骨がねじれていきます。脇腹にくびれもできますし、ねじっていくときにここら辺ですね、ピーンと伸びてますか？伸びたらバッチリ。お尻ともも裏の境目のブヨブヨをなくしていきます。暑くなってきましたね。いい感じに効いてきてますよ。よし、はい、いいです。それでは足を巻きましょう。これもね、もしある方はバスタオルとかボールを挟んでもらうといいです。このまま体を後ろへ倒しましょう。はい、これ実はももの前のストレッチ、めちゃめちゃきついですけどね。はい、でさっきも言ったように親指と小指の付け根均等に体重かかってます。親指ばっかりにかかったり小指にかかったりしてないですか？これが外反母趾や巻き爪、足の歪みの原因になってます。親指小指均等に体重かけて、お皿もど真ん中に体重かかってます。外側や内側にずれてませんか？同じエクササイズをしても太くなるか細くなるかは、こういうちっちゃなことの積み重ねできてるかどうかです。
だから体の仕組み解剖学はめちゃくちゃ大切です。皆さんはかなりその知識がついてきてますから、どんどん体がきれいに変わってきているはずです。太ももの前しっかり伸ばして、大腿直筋を伸ばしてストレッチ。あー、いいです。伸びました。ちょっと辛かったですね。それでは足を万字型にして、このまま上げ下げしていきましょう。さあ、それでは、はい、このカエル足で股関節、お尻をほぐします。ふう、いっぱい呼吸して、せーの、アップダウンダウン、アップダウン、そうそうそう、繰り返しましょう。このウォーミングアップがね、とても大切。こういう動きがちゃんとできるようになってきた方は、最後のたった10回足上げエクササイズだけでも全然効果ありますからね。ふう、ただそれができるまでのこういった体の基本的な動き、そういうのができるようになってね、いくとどんどん効果高まってきますから、しんどいけど一緒に頑張りましょう。1、2週間すればだいぶ体がこの動きに慣れてきますよ。今しんどい方も絶対明日明後日ちょっとずつできるようになっていきます。さあ、もう一息。ふう、あー、イエス。反対側行きましょう。逆の足を避けます。ちょうどこういうふうに内股外股になってます。見えますか、こんな形。さあ、それではアップダウン。ふう、目いっぱい息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、しっかりと伸び感を感じて。ではどこでもいいです。胸でも腰でも頭でも自分がやりやすいところに置いてください。使っているのはお尻、ここがどんどんほぐれていきます。さあ、そのまま繰り返して、もう一息。いいですよ。きついですね。ああ、僕も最初の頃はね、これめちゃくちゃきつかったんですけど、やっていくとね、ちゃんと時間こなせるようになってきてます。皆さんも必ずね、できるように変わっていきます。筋肉は裏切りませんから、一緒に頑張っていきましょう。さあ、もう一息。辛い時は休んでもいいですよ。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。さあ、ラスト。 OK。 さあ、ここからボールもしくはバスタオルでもいいんで挟んでみてください。挟んでこのまま足の上げ下げすると腸腰筋、ここに効いてきます。せーの、アップ。感覚わかりますか？ちょっとわかんないよっていう時は、付け根の奥の方を触ってみてください。へその横の下の方です。上げる時に奥がギューッと縮む感じ。太ももの筋肉ではないんです。足上げる時、股関節、腸腰筋です。これがボールを挟むことによって、どん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 ももの力が抜けるから、股関節の筋肉が使えてくるわけですね。足を細くしたい方はスクワットや筋トレではないです。ちゃんと股関節を使えるようにする。そしたらヒップも使えるから、お尻も上がるし足も細くなります。いいですよ、その調子。その付け根をギューッと縮めて縮めて、軸足も少し内側に寄せとくようなイメージ。今足が逃げてませんでしたか？はい、です。さあ、反対。よいしょ。しっかりと足の付け根を曲げ伸ばし、これボールなくてもね、タオルなくても大丈夫なので、何もない人はエアーでやってください。はい、この膝をぐーっと自分のへそに近づけるような、そんな感覚。目いっぱい息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、付け根の奥、腸腰筋、この筋肉が喜んでいます。はいいですよ、自分の筋肉を感じてこれてますね。使ってる筋肉をしっかり感じられる方は、どんどん足が細く締まりますよ。ただこなすんではなくて、ちゃんと感じてください。これが大切です。さあ、もう一息。あと10秒ほど。しんどいのはみんな一緒。この種目でウォーミングアップおしまいです。そう、まさかのこれがウォーミングアップ。はあ、はい、ではここから立っていきましょう。さあ、これが最後です。ボールを膝下に挟んで、軽くカエル足にした状態で足の上げ下げ、たった10回だけ一緒にいきましょう。壁に手をついて腰は反らします。この状態で足を上げる、下げる、股関節に意識をして、3、4、5、付け根しんどかったら正解、6、腸腰筋を意識、8、あと2回、9、ラスト、10、
オーケー、入れ替えましょう。ボールを挟み替えて、はい、このままでしっかりと股関節から足上げ10回。1 2 3 4 5。いいですよ、腰は丸くならないように。1 8 9、ラスト10。 OK、 どうでしょうか。これで足を上げると勝手に足がスルッと持ち上がると思います。これが腸腰筋、足を細くする筋肉を使った動かし方できてくると、股関節のつまみや痛みもどんどん改善していきます。さらにこのエクササイズの効果を高めたい方向けの動画というのを概要欄に貼っていますから、ぜひそちらもチェックをしてみてください。そして今日の動画もいいなと思った方